カブトムシアカ、カブトムシアカ、カブトムシアカ、ダイナスティーニーは、昆虫子、昆虫目、ネムシカに属する分類群。総称としてのカブトムシは、この分類群の範囲を表していることが多い。約1000種ほどが知られている。熱帯地域を中心として、世界中に分布を広げているが、特に多く見られるのは、ヘラクレスオ,オカブト、ゾウカブト族。 タテズノカブト族などが生息する南アメリカ北部、次にアトラスオオカブト族、ヒメカブト族などの生息する東南アジアである。これに対し、アフリカに分布する本赤のうちでオオカブトと呼ぶことのできるものはケンタウルスオオカブ族くらいである。代わりにゴライアスオーツの花むぐりを筆頭とする花むぐり類が繁栄している。温帯には大型種はあまり見られず、北。 アメリカに生息するグラントシロカブト、日本のカブトムシなどである。日本にはカブトムシ、サイカブト、人為的異入手、コカブト、クロマルコガネ、ヒサマツサイカブト、人為的異入手の可能性ありの5種が生息している。本赤の持つ第一の特徴として挙げられるのはオスの角であるが、これはすべてのカブトムシにあるわけではない。メスには角はないが、 突起のようなものを見ることができるものがあと、これは産卵時に土壌や腐食質を掘り進むのに都合が良いと考えられている。オスには種類によっては頭部だけでなく前胸部にも角がある。角は餌場やメスの奪い合いの際の喧嘩に使われるが、必ずしも全ての種が角を活用しているわけではない。例えば五本ツノカブトは五本の角を持つ、いかにもイカ飯姿をした。 カブトムだが、性格はオンワーで、角を使って争う姿は滅多に見られない。また縦図のカブト類は細い竹の環境に適応して、足が長く発達した影響からか、喧嘩の際には角を使うよりも前足で相手を、ぎ払おうとする傾向が強い。その一方で角を武器として、有効に使う種もあり、ヘラクレスオ,オカブトは、頭角と胸角で相手を挟んで放り投げることができるし、 コーカサスオオカブトは三本の角で相手を封じ込める。成虫の体長は様々で二十ミリメートルほどのものから百五十ミリメートルを超える大型種まである。最大はヘラクレスオオカブトの百八十ミリメートル、ついで同族のネプチューンオオカブト、三位にコーカサスオオカブトとなる。最重はゾウカブト類の大型種であり、これらはゴライアスハナムグリに次ぐ。 重量級のカブトムシである。本赤を含む、甲虫類は独特の羽の構造を持つが、本赤に属する種はその大きな体のため、飛翔は至極不器用である。ゾウカブトほどの大型種ともなると、羽音は凄まじい。足場を決めると、上羽を広げ、その下に畳まれていた下羽を伸ばして離陸する。幹にぶつかるように着地するが、足を広げて飛ぶため、着地の際には、 この葉や枝に引っかかってぶら下が格好となることも珍しくない。なお、ヘクソドン類は上羽が融合し、飛翔能力がない。日本で外国産のカブトムシが飼育され始めるようになったのは、1999年の初解禁時である。大クワガタをはじめとするクワガタムシが体長1ミリメートルをも争うコアなマニアのものという意味が強いのに対し、 カブトムシはどちらかというと単純に成虫の干渉飼育を楽しみたいと思う人によく飼育されている。ただし、前述のようなマニアも少なからず存在し、単純な体調よりも角の太さや形を追求するなど、クワガタムシと同等かそれ以上にマニアックな飼育者も多い。クワガタムシは平べったい体で木の裏に隠れてばかりで、あるが、カブトムシは全長。 体抗ともに大きいため飼育ケース内で目立つ上、日中でも餌を食べていることが多く、干渉に適していると言える。ただし、クワガタムシに比べると寿命が短い種が多く、長期の飼育には適さない。詳しい飼育方法については、クワガタムシ飼育を参照。基本的には、幼虫が不要度を餌とする種類のクワガタムシの飼育方法と同様と考えればよい。カブトムシは、 生虫、幼虫ともに害して、食欲旺盛である。八族に分けられるが、有名なカブトムシの大半は、新聖カブトムシ族に分類される。ここでは、主な族と種類を挙げる。立派な角を持つ、よく知られたカブトムシはほとんど本族に属する。十三族が存在。南アメリカ大陸に生息する、ヘラクレスオオカブト族、ゾウカブト族、タテズノカブト族、 東アジア、東南アジア、一部オセアニアに生息するアトラスオオカブト族、ゴホンツノカブト族、ゴーシュウカブト族、ユミツノカブト族、サンボンズノカブト族、サンボンズノカブト族、カブトムシ族、サビカブト族、シナカブト族、アフリカ大陸に生息するケンタレウルスオオカブト族が、それぞれ単系統群を形成することが、分子系統学的解析から明らかになっており、 大陸移動と系統の文化との関係が示唆されて、北がパンゲア大陸の分裂時期とカブトムシア科の化石記録が一致しなかった。しかしながら、その後の分子系統学に基づく分岐年代推定によりカブトムシア科の分岐はパンゲア大陸分裂の直後であったことが示唆された。11族が存在。サイのような角が特徴。26族が存在。肉食の種もある。 角としては突起のようなものがある。35族が存在。91族が存在。パプアカブト族3章。15族が存在。ヘクソドン3章。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。